ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車が BMW M340i X ドライブ、こちらをご紹介させていただきます。で、ジガさん、僕がちょっと恥ずかしながら、340って、はい、今日340紹介するよって言われたんですけど、はい、いまいちピンとこなかったんですよ。あ、そうなんですか、はい、恥ずかしいですね。今までって、はい、M3 が当然3シリーズのソフトグレード で、ね、はい、その下ってなんか335だったのが、うん、それがなくなって340になったって。そうです、そうです。で、先代から、あ、先代から、そう、先代のモデルから340という、はい、グレードができて、はい、で今回新型の340。そうなんですか、はい、で、いろいろ調べたらこれってこう、うん、普通のグレードとこの M のこの間を埋める感じじゃないんですね、なんか、うん、僕てっきりその間を埋めるちょうど中間のグレードで作ったのかなと思ったら、はい、まあ、意味合い的にはそうなんでしょうけど、うんうん、中身はもうどっちかというと M のもう一個の形みたいな。そうですね、はい、言ってみればなんかそれぐらいこういろんなことがこう、そうですね、はい、うん、ついてたりとか、そう、結局その歴代の BMW の中で、はい、数字の前に M がつくけど、はい、でも M モデルまだいかないけどみたいな感じだと、例えば M340、はい、前々回でしたっけ、紹介した M760 とかっていう普通のグレードのシリーズの前に M がついて3桁の数字がつく、はい、でも、ね、本当の M モデルは M3、M4、はい、まあ、M5、はい、3、4、5、6、はい、ね、ってなりますけど、それぐらいこう M に匹敵するぐらいのなんか魅力というか、なんかいろいろこう、そうです、そうです、個性が詰まったいいとこ取りなんですよね、はい、要はね、そんな車かなっていう、うん、はい、で、もう一番先にちょっとやらしい話しちゃうと、車両価格がまさかの、まさかの限りなく1000万円近いっていうすごい値段ですよね。普通の3シリーズが500万円ちょっとですよね。そうです。だからもう単純に倍ぐらい、はい、はい、2台分です。なんでその倍かかってるところがどの辺かかってるかちょっと今日は見ていきたいと思います、うん、はい、はい、じゃあ前回りから、前回りから、はい、これあれですね、前回りは、うん、まあ、もう一通り全部その340の専用な感じになってるんですよね。そうです、そうです、はい、はい、まあ、グリルだったりだとか、うん、はい、あとバンパーだったりだとか、そうですね、はい、うん、でグリルの色合いもこれなんかちょっと独特ですね。そう、M モデル、そのなんていうんですか、はい、M の名前がついているそのスポーツモデルはこの色だったりしますね、はいはいはい、ちょっと前回のゴールドかかったというか、あ、そうですね、はい、ちょっとこう前回の7シリーズも、そう、760、はい、M760 も同じでしたよね、はいはい、でこのグリルの真ん中のこの衣装も専用なんですよね、うん、専用です、はいはい、でこれさっき見たらこれなんとパカパカするそうやつなんですね、うん、そう、パカパカタイプです、はいはい、でこれ開いたり閉じたり、うん、この中がそうですっていう、はい、でこの上半分はこれボンネットのラインに合わせてですかね。そう、ボンネットのラインに合わせてる、実はなんかちょっと不思議な、はいはい、形で、そうですね、はい、なんかすごく立体感がある。そうです、そうです、はい、まあ、さっき土と下調べしてる時にも、はい、いろいろね、はい、ヨーロッパでの安全基準のいろんなこう理由があってとか、はいはいはい、そうですね、これ横から見るとかなりのっぺりというか、そう、のっぺり、はい、タイラースクエアというか、はい、まっすぐというかなんですけど、このデザイン、このスタイルの中でも、はい、綺麗な立体感を出そうとしているデザイナーのこう苦労が見て取れるんじゃないか。やっぱりそう、基準とかがやっぱりデザインに今影響してきちゃいますよね。かなり影響しますね。だからグリルが大きくなって、はい、ただデザインだけではなく、はい、安全性も考慮しながら各メーカー多分考えてるんだと思います。なるほど、うん、なんかその辺が随所にちょっと見られる、はいはい、個性的なちょっと顔になってる。そうですね。このグリルのこの、うん、ツヤのある感じもこれ最初からなんですか。これ最初からです。あ、そうなんですね、はい、もうじゃあ全然うちで何もしなくていい感じ。そうです、はい高級感もあって、うん、はい、そしてこの両脇もこのグリルと、はい、と合わせて、はい、でこれ当然抜けてるわけです、ね、そうなんですよ、はい、最近の BM はちゃんと抜けてます。みんなこうここの整流効果を狙ってるんですよ、ね、そうですね、はいはい、でヘッドライトもこのレーザーの、はい、レーザー LED です、ね、LED です、はい、なんかハイビームでスピード出すとめっちゃ明るくなるやつですよね、うん、そうです、はい、なんか普通の LED の倍ぐらいの明るさでなんか 600m ぐらい先まで照らせるっていう、はい、相当先ですね、はい、ちょっと都内じゃ多分まず活躍するとこないですけど試せないですけどね、はい、まあ、ちょっとその街灯がないようなところであればかなり高速道路とか、はいはい、活躍しそうな、はい、デッドライトの形もこれシュッとしてて最近のこう BMW みんなこの流れですけど、そうですね、かっこいい感じですね、うん、はい、そして横に回っていくと、はい、これ足元すごいですね本当に、はい、これ、ね、すごいです。本当に M なん、まあ、M なんとかなんですけど、はい、M3 とかじゃないわけですもんね。そうですね、はい、でこのブレーキがなんと標準っていう、うん、そうです、はい、であとは、19インチの、はい、
タイヤホイールがセットされています。でこのデザインと色合いも前回ご紹介させていただいたその7とかの、うん、はいはい、に通ずる感じの、そうですね、はい、天面フラッシュというかダイヤモンドカットかな、はい、そうです、はい、で車高も普通のモデルよりちょっと下がってますね、うん、ちょっと下がってます確か、はい、10ミリとか15ミリとかだったかな、はい、下がってます。でキャリパーもなんですけどやっぱりローターも大きいんですね。いや全然大きいです、350近くあるんですよね、はい、はい、すごい足元の、はい、うん、もう足元でもうただものじゃないっていうのがすぐ分かっちゃうぐらいの、はい、そんな足元です、はいはい、で横に回っていくとサイドスカートもなんか専用の、専用です、サイドスカートも、そうですね、ただダクトとかはやっぱりこう、うん、スポーツモデルじゃないんでやっぱりないんですね、はい、そうですね、はい、もう本当にプレスラインも普通のスタンダードな3シリーズと共通じゃないでしょうか、うん、はい、はい、でミラーなんかも当然このちょっとゴールドがかかったところまで、はいはい、グリルとかと同じ色ですね。でこの辺カメラがついてたりグリルのもカメラがついてたんですけど、はい、360度も、はい、そうです、はい、うん、でバンパーにはセンサーもあって、はい、ここにもセンサーがあるってことはもう安全装備はもうバッチリバッチリついてます。全部ついてる、全部ついてますね。なるほど、はい、そして窓枠なんかも全部、うん、最初から黒くなってて、はいはい、グロスブラックになってます。でリアのこれ窓ちょっと特徴的な形ですね、うん、これですね、はい、はい、これ今までなかったですからね。こうないですよね、はい、なんとここで繋がないでここでガラスが飛び出てるっていう、はい、不思議な感じです。これ後で開けてみたいと思います。はい、はい、でリアも当然ブレーキ大きいの入ってて片押しですけど、うん、はい、でリアのローターがとにかくでかい、でかい、はい、そうなんですよ。フロントと同じぐらいですよね。はい、なんか調べたらサイズもなんか3ミリぐらいしか違わないっていう、はい、こんなに大きいリアローターの車って多分そうそうないんじゃないかな。そうですね、はい、珍しいです。なるほど、うん、でずっと回っていくとこれリアのバンパーも専用の色になるんですよね。そうです、はい、この大きい何ですかね、マフラーカッターが、はい、マフラーカッターありますね、4出しのタイプで、はい、で真ん中のこのディフューザーの部分がガンメタリック、ね、ガンメタ、はい、濃いめのグレーですね。なるほど、うん、でエンブレムなんかは当然、はい、4駆モデルということで、うん、Xドライブと、はい、でこのエンブレムもちょっとはい、サテンな感じの、そうなんですよ、はい、普通 の, あのシルバーとかじゃないんですね、はい、メッキとかっていうのと全然違います。なるほど、はい、でこの辺のトランクスポイラーもちょびっとしたやつですけど、うん、はい、これも専用のものが、そうです。なるほど、うん、はい、でテールもちょっとなんかスモークがかってるんですね。クリアスモークがかってますよね、はい、このクリアの部分が、うん、なんかもう全然エンブレムなくてももうただものじゃない感が、そうですね、はい、うん、伝わってきます。はい、はい、確かにこんな外観です。うん、外観こんな感じでしょうか。はい、はい、随所になんかやっぱりちょっと普通の3シリーズとは違うところが見れます、ね、見れますね、はい、結構多いですね、はい、うん、続いて内装を見てみたいと思います。はい、内装めっちゃおしゃれですね。いや、色の組み合わせがいいですよね、はい、ブラウン、ブラウンなんですか、はい、そうです、はい、うん、これドアとかも真ん中がこのブラウンのレザーで、はい、これステッチ何色ですかこれ。これね、焦げ茶っすか。焦げ茶っぽい、はい、こうガンベタっておかしいですけど、はい、ちょっとグレーっぽい、はい、ような感じですね、色で、うん、この辺、あ、これアンビエントというか、はいはい、イルミネーションついてるんですか。ついてますね。でスピーカーもハーマンが入れて、うん、はい、BM といえばやっぱり定番ですよね。そうですね、はいはい、こんな内装で、うん、ただなんかデザインとかこういうちょっと質感とか、はい、うん、当然これレザーじゃないんですけど、はい、なんか3シリーズとは思えないなんか、ね、なんかね、もうちょっと、はい、今までってなんとなくこう、はい、質感が硬そうなイメージがあったんですよね、はい、見た目が、はいはいはい、なんかちょっとこうレザーに近い感じの、はい、なんか本当に5シリーズとか、はい、あ、そうですね、これになんかちょっと負けないぐらいの、はいはい、質感です、はい、そしてシートもう形も色もめっちゃおしゃれですかっこいいですよね、はい、うん、すごくいいと思います。これはパンチングとかにはなってないですか。なってないです、はい、うん、ただこの縫い目と、うん、はい、ステッチが、はい、めちゃくちゃおしゃれです。でこれやっぱりこう M とかなんかそのエンボスが入ってたり刺繍が入ったりしてないのは、うん、やっぱりこのそこまでいかないこう手前の、ね、はいはい、やりすぎない、はい、そうですね、はい、いいところまでで抑えたモデルだなと思います、うん、ちょっと乗ってみたいと思います。はい、どうぞ。よいしょ。わあ、シート意外にソフトですね。ソフトです。はい、特に座面が、うん、はい、でこうクッションが柔らかめで、はい、革の質感はちょっと硬めな感じがします。そうですね、はい。しっかり系のレザーです。そうですね。そして座面結構柔らかいんですけど、うん、横のこのサイドサポートはクッション硬めですね。そう、しっかりと、はい、ちゃんと支えてくれる感じの、はい、そんな感じです。はい、
で調整の幅は、うん、はい、上げ下げと、はいはい、あとサイドサポートのね、サイドサポートのこの絞ってくれるのもあるんですね。あります。あ、じゃあ結構細かく調整できますね。できますよ。へえ、うん、なるほど。ちょっと僕足短いんでちょっといつも通り、はい、前気味で、はい、なるほど。なんかもうもちろんそのもっと細かく調整できるのとかありますけど、うんうん、3シリーズでこれついてるんですかね。はい、ほんとそうですよね、はい、もうあの必要にして十分なんで。いや、もうかなりいい感じの、はい、これ以上別に必要ないと思いますね。そしてハンドルはこの M、うん、モデルというかなんていうんですか、はい、M っぽいちょっと太めの、そうですね、はいはい、ツルツルのレザーのステアリングになってます、うん、はい、はい、BMW ちょっと太いですよね。そうですね、太めです、はい、ミニとかもそうだったんですけど、うん、ちょっとそのスポーツステア、オプションのスポーツステアリングとかつけるとちょっと太めの、はいはい、しっかり系の、うん、はい、ステアリングになってます、はい、でこの辺は、はい、クルーズコントロールとかその辺とか、そうですね、オーディオの操作とか、うん、はい、でしっかり塩分も入ってて、はいはい、でパドルもちょっと大きめの、はい、パドルがついてます、はいはい、そしてメーターは、あ、全部デジタルなんですね。そうです、はい、そしてあの枠とかもないんですね。ないですね、はい、これは M5 とかこうちょっとこう、そう、はい、形になってますよね。ありましたけどそれもない、はいはい、フルデジタルのタイプのメーターになってます。はい、でこちらに行くと、うん、タビも大きいですね。これ一番新しいタイプの、うん、なんですか、そのシステムというか、はい、そうです、ですよね、うん、はい、でナビをこっちに出すこともできるんですよね。はい、そうです、はい、でその辺がついてて、うん、はい、でエアコン周りと、はい、この辺のデザインもなんかそうでしょ、今言おうと思ったんですよ、はい、今までの3シリーズとかってあまりこういうのってそうなかったじゃないですか、はい、普通の黒いザラザラのダイヤルですよね。で、はい、なんかこの辺がちゃんと、はい、質感がそうなんですよ、いいです、はい、そうなんですけどここはすごくいいんですよ、ね、はい、じゃあどうしてここをやらなかったのかな、ちょっと僕のがっかりポイントなんですけど、確かに、はい、これは見慣れた感じですね。そうなんですよ、はい、あ、これがなんかいつものって感じしちゃうんで、はい、確かにちょっと真ん中とサイドのギャップが、うん、そうですね、ただ質感本当にいいですね。いや、すごくいいです、はい、そしてこの辺も、うん、はい、ちょっとザラザラというか、そうですね、はい、立体感もある、立体感もあります、はい、感じです、うん、はい、でこのセンターのスピーカーも、はい、ちょっと見る角度によってこの、そうなんですよ、こうなんていうんですか、はい、しましまが変わる、そうです、そうです、はいはい、ちょっと特徴的な、うん、そしてこの辺のコンソールなんかも、うん、え、全然質感いいじゃないですか。いいですよね。ちょっと本当になんか3シリーズに乗ってるのをちょっとこう忘れちゃうぐらい、はい、今回のすごくいいですよね、うん、え、普通のはもちろんこうじゃないですよね、うん、ですよね、はい、はい、もう大体紹介するのが一番上とかそうですね、ちょっと感覚がおかしくなってくるんです、はいはい、シフトもなんか、はい、これ普通のピアノブラックかなんかなんですか。ピアノブラックですね、ここと、うん、あとこっちの、はい、はい、なんかシフトの質感もいいですね、うん、でこの辺もう全部ついてるじゃないですか。はい、全部ついてます、はい、モード切り替えと、はいはい、オプションのこの辺のオプションですかね。そうです、ですよね、はい、はい、この辺と、うん、あ、この辺結構ガラッと変わったんですね、はい、だからちょっとこう、はい、雰囲気が、はい、あ、で も, ここも配置とかは全部今まで通りなんですね。そう、バック、オプション、うん、はい、で、バップ、はい、全く一緒ですか。そう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 、はい、だからあの使い勝手はすごくいいんですよ。なるほど、使いやすい、慣れた感じです。で、開けてみると、あ、当然ドリンクホルダーと、はい、はい、まさかの、まさかの携帯充電できるやつじゃないですか。そうですよ、ちょっと置いていいですか。いいですよ、はい、これオンにしないとダメですよね。そうです、これ今オンになってるかな。でオンにする、うん、あれ、あ、ま、入った、あ、本当だ、うん、はい、こんな感じオンになってました、ね、僕だけ充電のやつが、そうです、へえー、はい、すごい、うん、そしてグローブボックスは、はい、あ、割と容量がある感じでね、今までの、はい、なんとなく BM のイメージってこう、深さが足りなかったりとかありましたけど、で USB Type-C になってるじゃないですか、うん、そう、 Type-C になってます。で、こっちが今までのやつ、はい、で、こっちは Type-C になってます。うわー、うん、新しい、そうです最新なんだ、はい、で下のこのものマットもなんかちょっとこっちのパネルとなんか共通性を持たせるような、なんとなくね、ちょっと幾何学模様の、そうなんですよ、でこの蓋もちゃんとレザーで、はい、はい、質感すごくいいです、うん、はい、ちょっとオンにしてみてもいいでしょうか。はい、どうぞ。ちょっと待ってください、オンにするボタンどこにあるんですか。そう、あれ、ここ、ね、BM ってこっち探したいよね。そうですよね、そうそうそう、最近の BM 触らなすぎて、うん、はい、ちょっと思いました。
わあ、メーターめっちゃ見やすいですねこれ。はい。へえ。ほら、タコメーターが。はい。はい、あ、え、うん、反対じゃないですか。そうなんですよ。どうしちゃったんですか。ねえ。あらゆるものがじゃあナビに出す、ナビってこうメーターに出せるんですか。出せる出せる。ね、なんだっけな。はい、そうだね。へえ。え、でしかもヘッドアップディスプレイもついてるんじゃないですか。そう。だからオフもできるし。はい、あ。マイル表示だったり。へえ。こういう表示に変えて。え、これテレビってついてます。ついてますよ。さすがにテレビはこっちに出せないです。出せないです。あ、それはアウディだけですよ、ね。そうなんですよ。うん、ああ、なるほどなるほどなるほど。こういう感じ。はい、あ。ちょっと著作権の関係で引っかかっちゃうんで、ちょっとそこは。はい。はい、テレビも当然標準装備と。です。え、これだけ大きなこう画面でいろんなものが表示できたら、うん、めちゃ便利じゃないですか。ね。ただちょっと今までの BM らしくはないです。そうですね。はい、うん、僕的にはこうでっかいこうドーンドーンで、まあ、配置はそうか、うん、配置は変わってないんですね。もう配置は変わってないですよ。そうなんですね。だから、はい、あの液晶でなんとなく雰囲気変わってるんですけど、はい、その燃料系と水温系、はいはい、オドメーターとかってのはもうこう昔ながらだったらおかしいですけど、そうですね、下にこう並べて、そうなのそうなの、はい、だからこれは BM 乗ってる人にとってはなんとなく見慣れてるんですよ。なるほど、はい、受け入れやすいですね。そうですね、確かに、うん、いやすごいこの辺の進化がね、すごいですね、はい、でこの辺ミラーもなんか今までのとちょっと形違いますね、うん、はい、すごく大きくなってますね、うん、でこの盗難防止装置のこのトランプの形も変わって、はい、はい、ETC がやっぱりここなのは変わらないんですか。変わらないです。なるほど、うん、でこの辺はやっぱりセンサー類が盛りだくさんで、うん、はい、で今回なんと、うん、はい、ディーラーオプションのドラレコが、そうです、 BM マーク入りのドラレコついてます。そしてこれルームランプとか本当にこれ3シリーズですかっていうぐらい、そう、はい、もう結局7シリーズと共通性があるというかですよね、デザインとか。そう、そうなんですよ、はい、うん、え、こんなに使いんですか3で、うん、そうなんですよ、びっくりしました、うん、はい、でピラーとかこの天井とかは当然ファブリックですけど、うん、ファブリックだけどちゃんと黒い、そう、はい、M スポーツなんで、はい、M モデルなんで黒いです。 BM はそうですよね。そうです、上級グレードになると黒いやつが、上級グレードっていうか M、はい、M もしくは M スポーツは、はい、はい、黒くなります。ミニもそうでした、ジョン・クーパーだと、はい、黒くなって、あ、そうですね、はい、うん、かもしくはオプションで選ぶと黒くなる、はい、はい、黒だとこう内装締まっていいですよね。そうなんですよ、はい、そして茶色がより映えます。映えます、うん、いや、いいです、うん、グローボックスなんかはどんな感じでしょうか。あー、この辺は割と、え、収納結構ありますか。これありますよ、これ意外と入りますよ。最近なんかこういろいろついてて、こう特にアウディワーゲン系なんかこう、そう、ナビ本体とかついててほとんど何も入らない。入らないですよね、薄いものしか。 BM は割と、うん、まあ、使い勝手いいですね。いい感じですね、はい、いやこの内装の質感の高さはちょっとびっくりしました、うん、はい、この辺の本当にローレット加工とか、ね、だってこのオーディオのこれもいい、ね、そうか、ちゃんと加工されてて、はい、でここもね加工されてて、はい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 、あ、そうっすね、うん、でなんでそっちそこはちょっとがっかりだ、はい、言わない約束で、はい、はい、ライト周りもちょっとこの、うん、まとまりのある、はい、でなんかその、まあ、当然最近はライトは全て音になってますけど、そこのスイッチの並び方とか、はい、なんかバランスの作り方とか、はい、なんか5シリーズ7シリーズとか、はいはいはい、なんか共通性がありますよね。あ、でこの小物入れも相変わらず、うん、相変わらずあります、はい、嬉しいですね。嬉しいんですよ、はい、そこは。これないっすよね、うん、他の車、他の車ね、はい、確かにちょっと何か入れとくの便利ですよね。そうなんですよ、これ変わんないんすね。変わんないです。ちょっと嬉しいです僕的には。ああ BM らしいです、うん、こんな内装でございます、はい、いやちょっとおしゃれになってるし、うん、はい、ちょっとハイテクなところはやっぱりハイテクになってるし、うん、はい、びっくりです。ちょっとリアも乗ってみていいでしょうか。はい、どうぞ、はい、あ、後ろガラスこうなってるんですね。そう、へえ、うん、なんかでも不思議な感じですね。ガラスでこうペタって押し付けて、うん、ちゃんとここが密閉されるように。そうなんですよ、うまく作ってありますね。なんかでもこれ何かしらの意味があるのかな、よくわかんないですけど。あ、でもデザインでちょっとこう窓を大きく見せてるとかそういうことなんですかね、うん、なんだろう、ちょっと不思議なデザイン、はい、うまく処理されてます。でリアも、あ、リアもこれイルミネーションついてるんじゃないですか。はい、
もうフロントに習って真ん中レザーで、はい、ステッチ入っててハーマンカービンで、はい、ちょっと後ろも乗ってみたいと思います。よいしょ。あれ後ろの方がなんかクッション硬くないですか？気のせいですか？大概の車後ろの方がなんか座面柔らかいじゃないですか。あ、いや、薄いからですかね。気のせいですね。気のせいですか？このね、真ん中、真ん中柔らかいですね。でしょ、はい、これもしかして真ん中柔らかくして真ん中沈ませて再度盛り上げさせるのかね。あ、そういう作戦ですかね。なんかそんな気がします。今触ったらなんか全然硬さが違う。不思議、はい、確かに真ん中柔らかいですね。ね、こっち結構硬いね、はい。なんか土分かったよ、このガラス、はい、すげえ広く感じます。感じる。あ、確かに、ね、すげえ広く見える。だこうやってやって横見た時にものすごい視界が広い。確かに3とは思えない。思えない。7シリーズのドア見てるみたい。ドアがすっごいガラスが長く見える。そう言われるとそうですね。なんかここまであると今まではこういう感じだったじゃないですか、はい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 、だからなんだと思ってさっきねこう開けてやった時、この内張りを触った時も、はい、内張りとのこの隙間がすごいんですよ、ガラスの。これだもんね、切りまでじゃあ。そうそう。さすが BM ですね、はい、圧迫感を抑えるというないです。で後ろは、まあ、超ゆったりとは言わないですけど、とは言わないです。全然十分です。そうですね、はい、でこの辺も、うん、はい、ルームランプついてて、はいはい、後ろはちょっとやっぱりこう、うん、狭めというか。そうですね、はい、でも逆に多分ギリギリまで室内空間広く取ってますよね、うん、はい、はい、なるほど、うん、で定番のやっぱりこのリアトレイの上にスピーカーが、はいはい、BM ですからついてて、うん、そしてこの辺はエアコンが、うん、はい、あ、後ろのタイプ C の充電が2系統なんとついております、うん、はい、シガーソケットと。シガーソケットと。へえ、うん、やっぱり後ろはこうなんですね、うん、あ残念ポイント出ましたね、はい、いや僕的にはちょっとこうシルバーで囲って、うん、この後ろのこのにもこれをダイヤル、ちょっと豪華なダイヤルにしてほしかったなって。そうなんですよ、はい、せめて、はい、せめてですよ、はい、このシルバーのこれを、はい、この周りに使ってほしかったなと。あ、確かに。ここだけでも、はい、だいぶ違うよね、はい、それだけでも。でも多分これが普通というか、そう、標準の、はい、前が多分よくできすぎちゃってんです。なんかね、はい、結局ドライバーかっていうところが BM、はいはいはい、意識が強いのでちょっとギャップを感じますけど、これが多分3シリーズ、うん、むしろ3シリーズこれでかなりいいというか。そうですね、後ろエアコン操作できて豪華な方ですよね、うん、はい、前の豪華さがすごいですね、はい、でシートはかなりしっかりした感じの、うん、後ろからも、はい、やっぱりちょっと室内空間本当に広く感じますね、この辺とか。感じます、はい、うん、なんかいい意味で3シリーズっぽくないです。そうですね、はい、でもここの空間が広いのと、はい、あとはモニターの位置が低いじゃないですか、はい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 、でもダッシュボードがせり上がって見えるから、はい、意外とこう視界がこう広い感じっていうんですかね、はい、後ろからこう、はい、後ろの席からフロントガラスを見た時に、はい、なんていうんですか、窮屈な車に乗ってる感じがしない、はいはい、抜けてる感じ。そう感じしますよね。そうです、そうです。その辺はね、デザインが上手なんでしょうね。確かに、うん、ヘッドクリアランスすごい十分だし、はい、十分ですね。僕175ですけど、うん、はい、座高かなり高めですけど、超マックスだね。超マックスですね、はい、かなり余裕がそうですね、はい、本当にびっくりするぐらい。でもね、っぽくないです。BMW って、はい、僕そのいつも前どの方でも思うんですけど、はい、後で土を表から見れば分かるんですけど、はい、3シリーズのセダンって、はいはい、よく見るとルーフだけよく見ると異常にルーフが長いんですよ。へえ、うん、それね、不思議なんですよ。そういう風に作ってだと思います。はい、そしてこの辺は、はい、あ、この辺はなんか変わらずな感じ。変わらずな感じです、はい、ああ、はいはい、安心のドリンクホルダー、はい、あ、でスルーはついてないんですか、これ。これついてない。あ、これが倒れるの。あ、そうだ、こっちごとね、はい、ああ、なるほど、はい、なるほどなるほど、うん、はい、なるほど。じゃあ64の分割じゃなくてこれが真ん中が倒れる感じなんですね。はい、なるほど、うん、リアもかなりいい感じです。はい、はい、ちょっとじゃあトランクを、はい、見てみましょう。でも土方さん、これ僕一番最初に見る現行3シリーズこれだと本当に目がバグっちゃいます。ああ、他のがなちょっとあれ良くなく見えちゃいますね、はいはい、ついてないのって言っちゃいそうですもん。そうですよ、はい、トランクを、はい、今回トランクなんとこう、なんとそうなんですよ、ついてるってことで、はい、シュッと、わあ、これは本当便利です。これなんか
こう一番最初の時より言い方悪いですけどちゃんと動くようになってますよ、ね、なってますなってますよね、はい、ちょっと最初のこれが出たての頃この足入れるのが出たての頃って、うん、結構空振り多かったじゃないですか。そうですね。ミニなんかまさにそうで、うん、こう開かないの結構あるあるだったんですけど、ベンツもそうでしたよ、はい、うん、あ、そうなんですか。そう、なかなかこう開けるのに癖があって、はいはいはい、結構もう百発百中ですよね、うん、最近。そうですね、はい、あのちょっと余談ですけど、はい、レンジローバーとか、はい、あ、ジャガー系か、はい、F ペース、はい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 、そうですよね、はい、F ペース、はい、SUV の、はい、あれはこっち側ですからね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。ついてますよってお客さんに言うと全然開かないよっつって、いや横ですよってこうやってやると、あ、それはじゃあなんかこう足が入っちゃっても開いちゃったりしないようにあえてこう普段足入れないところで作ってるんですかね。かもしれないです。何か考えてるんでしょうね、よくわかんないですけど。確かにここであんまり敏感にしすぎるとこう近寄った時に開いちゃうんですからね。そう、ただ鍵持ってなければいいだけの話ですけど。まあ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 、そうですね、それはメーカーごとの考え方の違いっていう感じですか、ね、と思います。はい、で足で開くけど閉まりはしないです。閉まりはしないです。なるほど、はい、じゃその辺はやっぱり3シリーズ。そうですね、はい、でトランクは結構広めの、はい、まあ、なんか室内空間あれだけ広く取ってるのに、うん、これだけトランク広いとちょっと不思議な感じします、ね、そうなんですよ。で下側なんかは、下はねこれあのないんですね、もう何もあの開ければ、はい、開きます。あ、一応開けられるんですか。はい、開くんですけど、はい、入っているものはここにバッテリーが入ってるだけです。ああなるほど、はい、はい、でこちら側に工具が入っています。ああなるほど、え、はい、じゃあバッテリーとかってこっちとかじゃないんですか。違います。あ、そうなんですか。はい、このモデルはここの真ん中にこの辺ですねにドンと入ってます。バッテリー、BM のバッテリーって言ったらこっちってこっちのイメージあります。だいぶ時代遅れですか。時代遅れです。はい割と広くてびっくりしました、はい、で当然のようにこのやっぱりレバーで。そうです、トランクスルーで、はい、なんか3シリーズのいいとこはちゃんと残ってて。残ってますね、はい、うん、え、もう全然いいじゃないですか。はい、なるほど、うん、これはいいですよ、うん、もう使い勝手めちゃめちゃいいですよ。いいですね、はい、あれ六本木のカローラって言われてたの3シリーズでしたっけ。そうです、そうです、はい、いや確かにその超高級化っていうと、うん、やっぱりそのベース3シリーズですから。そうですね、自動で閉まるやつがついてないとかソフトクローズついてないとか、うん、はい、いろいろこうありますけど全然全然っていうか、うん、はい、いやもう十分ったら十分すぎるぐらいなんかもう本当充実してますね。そうですよ、はい、うん、特に、ね、今回のは何回も言うように340なんで、はい、装備も走りももう別格なんで。これ以上一番感じなのはその走りのところですよね。そうなんです、これすごいのは、うん、はい、じゃあ続いてちょっとボンネット見てみたいと思います。はいはい、2回引きなんで戸惑わないように開けられるっていう、はい、え、エンジンなんか大きくないですか。そうですか。カバーがそうですね、結構大げさなカバーでそう見えるってことなんですかね、うん、はい、そうだと思います、はい、全部覆っちゃってる感じじゃないですか。なるほど、で、うん、エンジンがなんと、うん、なんとリッター、はい、直六っていう。そうです、はい、伝統の直六ですよね。嬉しいですね、はい、残念ながらターボなんですよね、はい、残念なんですけどターボなんですよ。はい、で馬力がなんか400近く出てる。一応メーカー交渉値374でしたかね、か、うん、はい、ただ今回はものすごいパワーアップしてるんですよ。先代のモデルって確か最後340320馬力か300それぐらいだったんですよ。でもともと306馬力で直六ターボモデルが始まったんですよね、はい、135もそうだし335もそうだし、はいはい、で306馬力で始まって、はい、1回、マイナーチェンジして320馬力ぐらいになったのかな、はいはい、24ぐらい、はい、で今回はなんと50馬力近くアップ。でそれに伴い X ドライブ採用、はいはい、搭載で、なおかつこの方からなんか車がすごく軽くなってるんですよね。そうなんですよ、50キロぐらい、そう、はい、ダイエットしてます。はあ、はい、すごいなんかちょっと刺激的な走りが、うん、そうなんです。正直 M3 でもうこれで、うん、ちょっと、いや、ね、僕はちょっとそう思ったっす。でやっぱり語弊を恐れず言うと、はい、これを乗ってしまったら多分 M3 っていらないんですよ、はい、でもメーカーが言うには、はい、トップオブ3シリーズじゃないので、はい、基本は M3 って、はい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 、やっぱり言ってみると、はい、ベンツでいう AMG みたいなイメージですよ、イメージですよ、はいはい、違うって言われちゃうかもしれないですけどトップオブ3シリーズではないので、あの M3 っていうのは別枠で考えてほしいんですよ。いわゆるこう体育会系の頂点がこう、そう、はい、決してそれは3シリーズの頂点じゃなくて、うん、はい、3シリーズはベースにしてますけどっていう、まあまあ、それも
うん、100点ですね。100点というか。そうですね。で、まあまあ RS4 がアウディにはあったり、はい、AMG のベンツには AMG があったり、はい、でそういうことを考えると、はい、アウディでいうと S4、ベンツでいうと C43 的なこう位置づけで考えるのが一番こう分かりやすいのかなっていう雰囲気は。今僕それ今すごくしっくりきましたね、はい、なんかそんな感じが。確かに価格とかなんかそのついてるもので、うん、なんか M3 が一番上っていうイメージしちゃいますよね。っていうイメージになっちゃいますよね、うんうん、じゃないんです。じゃないです、うん、すごくしっくりきました、はい、でやっぱり BMW って言ったら僕恥ずかしながら、うん、BMW 直六所有したことないんで恥ずかしいですね本当ですか、はい、やっぱり車だったらそこ通ってもらえてダメです。本当はぜひ通ってほしかったです。いいですか。いいと思いますね。でもやっぱりこうターボなんですけど、その直六ターボに移行した時にやっぱりいろいろ言われたんですよ。そこからこうモデルをこう変わっていくうちに、そのターボのその利き味もだいぶこうマイルドになってきた。最近のターボって本当にターボっぽくなく作ってる車も多いじゃないですか。多いですね、はい、うん、この間試乗した本当にポルシェなんかも、はい、まあ、多分ベースというかその、うん、NA がやっぱり主体なところなんで、そうですね、そっちに多分寄せてると思うんですけど、うん、もう全然ターボっぽくないし、うん、はい、でやっぱり他の最近の BMW に習ってこう、うん、コアサポートとここはかなり広く取ってます、ね、そうですね、広く取ってます。でやっぱりその辺は衝突安全の感じで、はい、そうですね。ただ大げさな補強とかっていうのはないんですね。ないですね、はい、うん、なんか M モデルって言ったらこう、うん、大きいこう、まあ、あれはターバーというかなというか、あ、そうですね、補強がこう、はい、ガーンって入ったりとか、はいはい、なんかこう入ったりとかしますけど、そうですね、そういう感じないんですね。ないですね。なんかもう本当にエンジンルームをちょっと高級車前とした感じの、うん、はいはい、ただカバーなんかはちょっと温調になって、うん、M パフォーマンスのロゴが入ってたりとか、うん、はい、でも本当に3シリーズっぽくない、もうちょっと上の5シリーズとか、そう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 、そういう感じです。7シリーズとかのボンネットっぽい、うん、そんな雰囲気を感じました、うん、でも意外と BMW ってこうメリハリができてて、はい、完全なスポーツモデルってこうタワーバー的なものだったりタワーブレスだったり、あのコアサポートももっとものすごい頑丈なアルミいかにもっていうのがついてたりするんですけど、一般の量産モデルに関しては見えない部分での補強はしっかりしてますけど、あからさまな感じっていうのはあんまりメーカーとして好まないんじゃないですか。だから今までの3シリーズとか5シリーズとか作りはよくできてますけど、いかにも補強してますっていうのはやっぱり M モデルだけですよね。それ以外のモデルってそこまで仰々しくやらないです。あのカーボンコアとか、はい、あれなんかまさにそうですよね。そうです、そう見せないでそうやるっていう、うん、だからそういうところがこう昔からこう受け継がれて、それをベースに話しそれちゃいますけど、アルミナなんかもさらに補強スポットを、ま、増やしたりとかってしてますもんね。だベースとしてはやっぱりものすごい出来がいいんだと思います、うん、こんな感じでしょうか。はい、え、いいっすねちょっと、うん、これさあれだよね、本当なんかまるでさ、こう知らない人が見たら V6 か V8 のカバーに見えるけど、確かに確かに結局エンジンがあってインテークとかターボとかそれを全部こう隠しちゃってるからこんなでかくなっちゃってて、え、それをこう直力なんですよってことでこれあえてこうだと思いますよ。そのインテークっぽい、そうインテークインマニーみたいにこう6本つけてるんじゃないですか。どうなってるんですか。ちょっと僕的にはこうインマニー見せてほしかったですけど、パコンってこれはまってるだけでしょ。これはまってるだけですか。うん、多分 BM だから。なんか昔の M みたいなこう、うん、インマニーこう、はい、じゃあ続いてちょっと店頭周り見てみたいと思います。お願いします。これはもうオートで全部ついちゃってる感じですよね。そう、今オートになっちゃってるんで、はい、多分スモールとロービームじゃないでしょうか。はい、アイビームできますか、ね、はい、アイビームはちょうど下側が、はい、から感じです。で、ウインカーはこの上の部分が、はい、で、ビームなんでやっぱり流れないんですね、うん、なるほど。ちょっとリアも見てみたいと思います。で、リアはちょうどこの部分が L 字に光る感じでしょうか。で、ブレーキはその上とハイマウントですね。そしてバックはトランク一番内側があります。で、ウインカーは一番下の段がで、バックフォグが助手席側、はい、光る感じです。ありがとうございます。じゃあ続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。
ありがとうございます。じゃあお願いいたします。はい、行きましょう。早速このアンビエントが赤くチカチカ光るのにびっくりしちゃいましたけど、はい、いいですね、はい、この辺なんかも光るんですね。うん、なるほど。そしてこの辺すごいっすね。だって360度カメラに、そう、だってしかもこれあれですよね、フロントだってこれ。そうですよ。何でもついてます。え、バックのアシストもついてるじゃないですか。これついてますね、パーキングアシスト。これこっちがパーキングアシスト、これあれですよね、うん、狭い路地とか行っちゃって、うん、行き止まりだったとして、うん、とかボタンパチッと押すと来た通り戻ってくるやつですよね、うん、そうなの。そうっすよ。すごいじゃん。だから前回小島さんその話してて、うん、積載にそれついてたら最高だねっつって本当だね。幅にはまっちゃうんで積載で。そうっすよね、うん、後ろ見えないですから、うん、そしてカメラマンもびっくり、やっぱり後ろはかなり広いっていう。広い、いい感じ。本当で乗るときびっくりしたんですけど、ドアなんか、うん、こうバンってこう閉まる、はい、剛性感というか、はい、なんかびっくりするぐらいありますね。しっかりしてますよね、はい、なんかね、ほら M8 も M6 も、はい、M760 もそうですけど、はいはい、そのカーボンコアだったりとか、はいはい、最近なんかこうサイドのこう横のこの部分、はい、なんかすごく気にしてるのかなと思いますよね、 BM ってね。多分だからそのさっき言ったように、はい、いろんな欧州の安全基準ってどんどん変わるじゃないですか、はい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 、でボンネットを、ね、浮くようにとか、はいはい、柔らかくとか、はい、グリル真っ平らとか、はいはいはい、だから多分キャビンスペースのこう硬さをすごく意識してるのかもしれないですね。なるほど、うん、そんな気がしてきます。もともとちょっと独特なこう閉まる感触あったんですけど、 うん、それにも増して、はい、わー早っ早っ早いね。あっという間に60キロになっちゃいます。早っ。こんな普通のモードでも十分。これいいっすね。いいっすね、うん、なんかこれ、はい、すごく好き嫌いがハンドルが分かれると思うんですけど、僕さっきちょっと、はい、出る寸前にちょっと、はい、こうにぎにぎして、うん、はい、車前に出したんですけど、はい、僕はちょっと正直そのハンドルは苦手です。いまいち、はいはい、太すぎます。そうですね、はい、もうちょっと気持ち細い方がいいかな、はい、ただBM らしい、うんうん、BM の、 そのスポーツモデルらしいですね。らしいですね、はい、あとちょっとシフトがちょっとこう、ちょっとパーキング入れづらいなーなんて思いながら、はい、でもこの辺は慣れですかね。慣れだと思いますね、うん、最近はね、あのシフトノブは形的には残ってますけど、はい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 、電気的なスイッチでしか役割果たしてないですからね、はいはい、パーキングもうちょっとこう押しやすい位置に、はいはい、してほしかったなっていう。そうですね、僕ごときが言ってみます、はいはい、でも内装の質感とか広さとか、うん、本当に3シリーズじゃないっぽい、うん、だってダッシュボードもこのレザーっていうか合皮ビニールですけど、だけどね、ステッチちゃんと入ってて、はい、すごくいいですよね。四駆ですけど、はい、こうなんていうんですか、 BM のこのエクソドライブって FR セッティングなんで、はい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 、で違和感ないですよね。四駆を感じないです。FR屋さんですもんね。そうです。で、四駆の回遊も基本 FR からみたいな動きをしていくので、はいはいはい、FR 寄りっていうんですかね。アウディとかとまた違う。あ、全然違いますね。はい、四駆の考え方。そうですそうです。はい、僕は今シートを締めすぎてめっちゃこう締め上げられてます、はいはい、これすごいっすね、調整ね、はい、調整幅も広いし、広いです、広いです、そう、はい、しっかりとホールドしてくれる硬さがあります、はい、僕みたいなデブが座ってもゆったりにもできるしもうちょっとうーってなるぐらい締め上げるのも、はい、ドリンク、うわー、なんかね、こういう今ちょっとした加速の動きも、はい、4駆って分かるんですよ、はいはいはい、なんですけど、なんかこう FR でこうリアを思いっきり下がっていくじゃないですか、はい、その時にこう前が動く、なんかこうなんかなんていうんですか、そっからこう、はいはいはい、みたいな感じなんですよ。ハンドル握ってると分かるんですけど、ケツが下がってもドラクションが逃げないみたいな。そうですそうです。だからなんかトラクションがのかかりのいい FR みたいな。なるほど。だから普通の FR から乗っても全く違和感感じないでしょうね。ちょっとこれ最初に見る3シリーズがこれでいいんですかね、僕は。うちの場合はいいんじゃないですかダメですかいいです、はいはい、このドリンクホルダーいいな、うん、
っていうかこんなにドアポケも広く取ってあるのに全然狭くなってないっすね。そう、だからね、そうなんですよ。ドアポケット大きくなってますよね、はあ、うん、普通だったらこんなにドアポケ入り出しちゃったら、うん、こう足元狭くなっちゃうんですけど全然ね、足元も全然ゆったりです。そうなんですよ。これが今ノーマルですか。これ今スポーツモードにしてみました。スポーツモードなんですか。うん、なんかでも、はい、まあ、僕あえて言うんであれば、はい、なんかこういうふうにこう快適なスポーティーセダンなんで、はい、もうあのこのパネル、はい、パネルはあのドライバーに向けなくてもいいんじゃないかなと思ってます。これからの BM は若干運転席によってます。やっぱりこうドライバーをこう意識してるんで向いてるんですけど、はい、なんかもういいんじゃないのと思うんですけどね。確かに、はい、ちょっともうちょっとニュートラルというか、そうですね、まっすぐ後ろでもいい気がします。します、うん、いやこのパンチのある走りにはびっくりしましたね。まあ、もともとその335とかその3シリーズのトップグレードって、うん、結構なパンチのある走りしてましたけど、ね、そうなんですよ、はい、でなんかこうあのなんていうんですかね、今そんなにウェット路面でもないし、はい、まあ、ほぼドライ路面なんですけど、はい、あの135とか335とかって、はい、直力の306馬力エンジンシリーズが出た時って、はい、結構、はい、ジャジャ馬というかやんちゃだったんですよ。トラクション逃げまくっちゃうっていうか、はい、こうホイールスピンしちゃうっていうか、はい、これ380馬力近くあるのに、はい、ね、ベタ踏みした時も逃げることなく、ハンドル握ってるんで、みたいな感じじゃないっすね。でハンドル握ってるんで、うん、あ、前がちゃんとこう駆動してるなってのを感じるんですよ。だからね、もう本当多分相当いいと思います。すごい、うん、うん、なんか形のせいなのかな、逆から上がるタコも違和感ないですね。そうっすか。はい、全然今違和感ないです。うん、あの正直言うとあの、はい、アストンマーティン の, あの逆から回るタコメーター、なんかあれこう好みが分かれるなと思ってたんですけど、はいはいはい、これをなんか普通に受け入れちゃいますね。へ、うん、なんか3シリーズっぽくないところあり、3シリーズっぽいところもあり、うん、ちょっと不思議な感覚ですけどですね、はい、なんかでもいいとこ、3シリーズとしてのいいところは取ってるって感じがしますけどね。うわ、これ前書いてるんですよ今、はい、まあ、後ろがトラクションバタバタ逃げるじゃないですか、路面悪いから。その時に前が動くのを感じます、ハンドル握ってると。早い、うん、普通の車で十分すぎますよこれ。十分どころじゃないですねで結局、はい、毎回こういう話になると言いますけど、はい、M3、 M4 乗ってると、はいはい、どんな時でも、はい、頑張れよってこう背中を押され続けるイメージあるじゃないですか、はい、頑張れよって、はい、M なんだからみたいな。でもこういう車って別に、ね、確かに、はいはい、ゆったり乗ってればいいし。確かに、はい、体育会系じゃないですね全然、はい、うん、そうなんですよね、うん、M3 M4 って体育会系ですからね。そうなんですよ、はい、ずっとスポーツしてる感じなんで、はい、流すって言ってもちょっとその流すの種類がちょっと違いますよね。そうですね、流して乗るのも。そう、はい、あの乗り味だったり、はいはい、あの耳から入る、はいはい、マフラー音エンジン音、はいはい、っていうのがやっぱりこうもっと行けよって言ってるようにストレスになりかねない時もあるので。普通に乗れちゃいますね。そうです、そうです、普通にご家族と乗っていただけますね、こういう車だったら。いいなぁ。いや、びっくりです、本当に。でも最近の車は、はい、あのなんていうんですか、ターボの段付きもないし、この車のように380馬力400馬力近くの車はファミリーセダンっていういうカテゴリーの中でありながらこういう車だから、やっぱり四駆は必須になってきますよね。あ、そうですね、うん、あとちょっと今ね、雨降ってきちゃいましたけど、はい、ゲリラ豪雨の時とかってやっぱり四駆モデルって、はい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 、絶対的なトラクションはもうだって、そう、 FFFR じゃかなわないですね。かなわないですよね、はい、いろんな意味で安心なんで、はいはい、もうどんどんでも速い車とかそのハイパワーな車を、うん、中心にもう四駆になりつつありますよね。なりつつあります。次期 M3 もなんか四駆になるとか、四駆が選べるとかって話が出てるんですか、なんかカメラマン情報によると。はい、なんかそんな話出てますね、はい、っていうかあのなんていうんですか、あの
例えばトラクションコントロールでもこう普通のトラクションコントロールとかスポーツモードのトラクションモードとかあるじゃないですか。だから四駆も FR 寄りの四駆だとかをスイッチとかドライバーのセッティングで変えられるっていうことなんてメーカーは多分そんなに難しくないと思うんですよ。あとはその費用的な問題で、そうですね、うん、そこまで本当は今後もし M3、M4 がそういう四駆で出てくるんだったら四駆のこう FR のバランスもこう調整できたら面白いですよね、はいはい、まあ、昔のアテーサーでみんなやってたように、はいはいはい、もうヒューズ抜くだけで FR になる、そうですそうです、はい、なんかそんな機構が付けられると楽しいかなみたいな。なるほど、うん、確かにその技術ってもう30年ぐらい前からありますから ね、そう、はい、だから本当はやってほしいですよね。なるほど、うん、細かくセッティングできなくても、うん、アクロ四駆とか、はい、FR 寄りの四駆とかびっくり、本当になんか3シリーズじゃない。あ、やっぱりね、はい、これ4駆だからなのかな、手離しちゃいけないですけど、はい、軽く握ってもね、なんかね違うんですよね3シリーズと。なんだろうこの感覚。なんとかステアリングのやつじゃないんですか。そうですよ、はい、そうだけど、はい、なんかすごいしっかりしてる、ちょっと後で土運転変わって、はい、多分ね、運転しないと言ってる意味が分かんないと思う、うん、どこまでそのアクティブステアリングでしたっけ、うん、またか調べよう。それどこまで介入するんですかね。いやどこまでだろう。何でしょう。でもこれ今オールオンになってるんで、はい、インテリバリアブルスポーツステアリング、はい、バリアブルスポーツステアリングって要はあの一番最初に E60 で出たやつですよね。そう、あの低速時は1回転半でしたっけ、うん、1回転半、1回転半、いやいやいや一回転で前切りなんでしたっけ？うん、確かそれぐらいですね。なんか切れ角がこう変わってくる、鋭くなる、うん。それが今度のやつはその走行状況に応じて変えてくれるんですよね。うん、反省したんじゃないですかメーカーとして。え、なんですか？六バルの時はものすごい違和感ありましたもん。ありましたよね。いや半端じゃなかった。確かになんかちょっとこう誰かがみたいな、そう、はい、自分が運転してる感覚がなくなっちゃうんで、あれはちょっと僕違和感ありましたね。でもそうやってどん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 こう電気的な介入が、うん、はい、機械的な介入が入って、うん、はい、僕みたいな下手くそでも、うん、はい、ちゃんと運転ができるように。でもほら、はい、最近のあの電子制御ってあれですよね、人間の感覚に近いというか、うんうん、昔みたいにこうなんていうの、誰かがやってます感が少ないんで、はい、なんとなく大げさじゃないです、ね、あ、大げさじゃないですね、なんとなくいいかなと思いますけど、僕はそれで安全に乗れるんであれば。あるでしょ、はあ、なんかねすごい違うんですよ。なんかあのもしか失礼な言い方になっちゃうかもしれないけど、なんか従来の3シリーズとはなんかイメージがすごく違くて、はあ、うん、なんだろうな、なんともう一個上のセグメントの車乗ってるみたいな、あ、そんな感じです、はあ、だからね、あの僕これスッチもさっき言ってたけど、はあ、ステアリングの握りこれ太いじゃない、すごく、はあ、これ多分ね意味あるみたいですよ、なんか今はこれがいいです僕。走らせたらこれがいいです、はい、さっきまでは嫌でした、はい、僕そこをブーって出すときはうわ太っと思ってでしょ、はい、すごいもんね、うん、ちょっと太いとかじゃなくてかなり太いですよね。いやかなり太いですよこれ。だからなんか意味あんだなと思って、意外となんかしっくりきちゃいました。大体小径じゃないですもんね。うん、違いますね。 D シェーブリもなってないし、うんはいはい、で太いんで余計こう太さを感じる。そうなんですよ。この辺はでも僕その土方さんといろいろ乗らせてもらうようになって分かったのは、うん、やっぱり本当に乗らないと分からない。いや絶対そうですよ、はい、うん、本当にそれは本当に思ったっす、うん、やっぱり車って結構そのスタイリングとか機能とかで選ぶっていう人かなり多いと思うんですけど、うん、やっぱり乗ると全然違うっすね。ね、はい、違いますよね。びっくりします、うん、まあ、一番いいのはデザイン気に入って、はいはい、機能的な部分も納得できて、はいはい、走りも、はい、あ、いいなっていうのは理想ですけどね、はい、もちろん。でも実際走らせてみてその辺がひっくり返っちゃうことも、いやもう十分あるよね、はい、うん、それは本当本当。
もすごいかっこいいなとか思ってても、うん、乗ったらっていうのとか、そう見た目と走りがギャップだったり、逆に全然興味のなかった車がこう走らせてみたら、おいめちゃめちゃいいじゃんこれみたいな、なりますよね、うん、ちょっと変わりましょうか、出す、本当これいいよね、これ何気に好きなの、シートが伸びるやつ、あ結構いいですよね、意外と快適です、はい、さすがに手動ですけど、そうですね、はい、昔から BM のスポーツモデルついてますよ、ね、はい、ついてます、これシートめっちゃスポーティーにできますね、これできます、できます、はい、あ背中のこう押し出しが、うん、僕猫背なんで背中押されすぎると、うん、痛くなっちゃう、うん、苦しくなっちゃう、ハンドルもなんかすげえよく考えてますねこれ、でしょ、はい、なんかあ違うでしょ、いやこうメーターを通してこう、はい、メーターにこうな、まあ、もちろんそうなんですけど、ここも絶妙なところでこう出っ張ってて、うん、メーターに被らないように必要な情報はこう見える、うん、いやちょっとやっぱり太いかな、ちょっと走らせてみないと、そう走ってみるとこれ、そうそう、あれこれそのステアリングのあれ介入してるのかな、全然感じしないです、ね、今のところはしてないです、藤川さんちょっと分かっちゃったかもしれないです、この太さというより、うん、これちょっと柔らかさ、あ柔らかさか、はい、そうなの、そこのこれがちょっと普通のステアリングと違う感じなんですね、だからコブも柔らかいんですよ、はい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 、そうですね、だ意外としっくりきちゃうっていうの、はい、確かに、うん、あそうですね、うん、ステアリングこう走らせて切ると、うん、そんなにこう太さは気にならない、ならないでしょ、ならないです、こうやってこう止まってる最中にこう動かすと、うん、気になります、そうですね、うわすげートルクありますね、うん、びっくり、なんとなくこうターボの段付きもほぼほぼないでしょ、ないですね、力のある NA みたいな、え本当にそんな感じですね、そうだ不思議なのよ、でも音はさボーって V、はいはい、あの直力でしょ、はい、でもなんか V8 的なトルクというか、めっちゃトルクある、うん、これターボだとどうしてもこうなんですか、ブーストかかった時にこう不自然、不自然な加速っていうか、うん、NA じゃない加速するじゃないですか、そう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 、そんな感じないっすね、ない、それはないっすね、なんとなく BM もやっぱりじゃあターボっぽくなく相当意識してますよ、特にこの車は、うん、でほら最近は、はい、あのターボ、はい、ターボチャージャー自体が、はい、なんていうんですか、技術がこう進んで、はい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 、フリクションロスが極めてないじゃないですか、はいはいはい、だからね、低回転低ブーストでも動き始めてリニアに動くんで、だから余計でしょうね、あとコンピューターセッティングと、ああ確かにメーターも全然違和感ないですね、これなんか別に平気でしょ、ああなんか最初はどうなんだろう、これ針じゃないからですね多分かな、はい、針だと多分逆に回ってるっていう気しちゃうかもしれないですけど、そっか、どっちかっていうとこうレベルゲージがこう上に上がったり下がったりする感じなんで、そうだね、全然違和感ないですこれは、左で行きますか、すげーよく考えられてますねこれ、なんかね、はい、あ乗るとすごいなって思います、すごいっていうかなんかいいですね、いい車、やっぱり前土方さんも言ってましたけど、やっぱりこう、ね、BMW ってこう3がこう看板というかこう、はい、メインというかメインです、はい、メーカーですよね、はい、メルセデスってどうしてもこう大きい、そうですね、言っちゃったらもう S クラスがそうビッグセダンの、はい、なんかそこから作っていくみたいなイメージがありますよね、はい、これいいな本当に、でも3シリーズっぽくない、本当なんか5シリーズ運転してみたいな、でしょ、サイズ感は全然3シリーズですけど、うん、でなんかさ、うん、剛性感すごくないですか、すごいっす、今までの3シリーズに比べて、そうだし19インチ履いてるのにこんなに快適っすか、そうね、はい、いいですよねそういうところが、なんかもうだからタイヤでこの乗り心地確保してないんでしょうね、そうしてないんですよ、ちゃんと足ちゃんと動かして、うん、はい、静かでしょね、これ本当にびっくりさせるやつですね、いや本当に3っぽくない、うん、はい、なんか低速でなんかすごくしっかりしてないですか、しっかりしてます、で、
ごいんですよ。上質ですね。上質です。ゆっくり走ってます。うん。これ乗らないと分かんないです。そうですね。はい。これでもちょっと320もちょっと乗ってみたいです。そうですか。どんだけ違うのか。あ、どんだけ違うのか。はい。じゃあ、あの320乗るときはあの在庫車じゃない方がいいですね。そうですね。うん。でも逆に、うん、もうなんとなく想像ですけど、うん、320乗ったら、うん、320のお得さをなんか、うん、実感できるかな、できそうな気しますね。ああ、そうなのかな。だって倍ですよ、ほぼ。そうですよ。はい、カメラマンも言ってたんですけど、昔1000万円出したら M3 が買えたのに。そうだよ。今や3のトップグレードが1000万円っていう。本当。そうっすよね。うん。昔そうっすよね。そうですよ。全然余裕で買いましたよね。買いましたよ。800万円とかっていう感じ、ね、はい、だったですよね。だって CSL が1150万円でしたっけ、あれ。そうです、そうです。そうですよね。うん。46。それだけはすごい覚えてるんですよ。そう。46でしょ。はい、うん。これだけ機能がいろいろついて、うん、快適装備もついて、うん、走りもこんな上質だったら。いいっすよね。はい、で、僕が普通にこうやって今乗ってて、一つだけやっぱりもうちょっとだなって、もうちょっとっていうか車が違うんでしょうがないんですけど、そのやっぱり C クラスってライバル視されますけど、 C クラスってやっぱりこうリアの居住性も結構広いんですよ。だそれをもうちょっとこうなんとかならないかなって思いますね。3シリーズのですか。そう、3シリーズがリアシートを座った時の居住性、もうちょっとこう頑張れないかなと思って。だいぶ広いですけどね。いやいや、だいぶ広いと思いますよ。でもそれ以上に C クラスが広いんで、どうしても皆さんこうね、走りの好きなお父さん、家族4人でって考えた時に BM を選びたいじゃないですか。でもそこでちょっとリアシートがとか、確かに、うん、ってなっちゃう可能性があるかなと思いながらさっきも見てたんですけど、じゃあどっちかというとこう運転にこう、うん、重点が置かれてるというか。そうですね、やっぱり、はい、そういうのが随所に見えますよね。はい、もうこの向きがもうこの向きでね、物語ってますよね。そうです、そうです、はい。ドライバーファーストなんで、はい、そうですね。そうです、そうです。そこがまたメーカーとしているのいいとこなんですけどね。はい。はい、あれもこれも言ったら、確かに車の良さも、まあ、それは損なわれちゃうけど、そうなんですよ。でもやっぱりでお客様と話すると、はい、どうしてもね、お子様がまだこう、そうですね、はい、10代中学生ぐらい。はい、一緒に出かけるときに4人でゆっくり乗りたい、はい、でも大きい車は、はい、ね、奥様を運転するときにちょっと、はい、ってなるとやっぱり3シリーズとかが頑張って広くなってくれるともっと売れるんじゃないかな。確かにこのぐらいのサイズ感だと奥様を運転しても全然、もう全然楽ですよ。取り回しに、そうですよね。そう、これ5シリーズとかになっちゃうとちょっと大きさ感じちゃったりしますけど、うん、これ右ですね、はい、確かに3シリーズだとそういうメリットはありますね。ね、はい、だってこのサイズなのに360度カメラついてるし、センサーついてるし。いや、本当っすよ。そう、はい、だからもうぶつからないですよ、車が。ですよね、はい。で、土川さん毎回聞いてるんですけど、うん、この車もし触るとすればというか、うん、触らなくてもいい気がします。いや、でも僕はあえて19インチの車外入れたいですね、バシッと。あー、なるほど、うん、ということはタイヤはそのままってことですか。そう、ごめんなさい、19インチじゃない、20インチ。あ、20インチ、1インチサイズアップ、1インチサイズアップして車高は 2,3 センチ下げますね、はい。まあ、40扁平なんで、もうちょっと、はい、まあいけます、全然、はい、うん、なんで。あと車高はちょっと正直そうですね、3本ぐらいなので、1本半か2本ぐらいには、うん、真横から見るとどうしてもこう、はい、隙間が広い感が出ちゃうんで、はい、そこだけちょっと感がやっぱりノーマルな、うん、埋めたいですね、はい、うん、あとは大丈夫と思いますよ、はい、うん、まあもう本当にもう出来上がっちゃう、そうなんですよ、はい、出来上がっちゃってるし、レーダーつけるとか、そうですね、そういうちょっと細かいところぐらいで、うん、はい、もう外観はもうかっこいいですし、そう、はい、足元ちょこちょこっとぐらいで、はい、かなりいいのが出来上がるんじゃないでしょうか。そうですね。土川さん、今回お知らせが何かあるみたいで、はい、はい、ボンドカーズ全店でですね、今ただいま買取強化中なんで、車を売りたい、お知り合いの方でも構いません、ご覧いただいている方でも構いません、査定だけでも、電話だけで構いませんので、はい、お気軽に、はい、お気軽にご連絡ください。よろしくお願いします。はい、というわけで今回はボンドカーズ東京より BMW M340i X ドライブをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。あー、うん、こうなっちゃってんすね、うん、
あでも初めて俺こうやって開けてみたけど、これはちょっと僕ごときがコメントするのは大変恐縮ですけど、ちょっとここかっこいいインマに作ってほしかったっす、うん、はい、でもさ多分カメラマンさんこれ多分中これちゃんとスクロールさせてるよね、空気ね、なんか変な形してない多分。あほらあれじゃない M6、 あ M3 もそうだけど、これはほらスロットル一つじゃない、はいはい、でスポーツモデルだとこうスポーツスロットルになるから独立、昔のキャブみたいな感じじゃない、だからそれをなくすためにほらこういう一本しか吸えないところってこう空気をこう流れしながら整流してね、流速をこう同じにこうなるべく同じタイミングで吸えるように、そう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 、不均等なの、だから多分そういう計算はやっぱりさすが、でもこういうとこ多分いると BM 好きな人はたまんないと思いますよ、分かってる方は。言っても土素人じゃん、そうですね、そうだよ、もう見た目優先でこっちの方がかっこいいかなと思ってますけど、そういうことなんですね、なんか そうそうそう機械的な、あのなんかこう、はい、内燃機的な、はい、嘘でもいいからちょっとロクスロ風にこうなってて、ね、インテークしててほしかったですけど、はい、確かにスロットル1個じゃもう効率化するんだったらちょっとこういう複雑な形になっちゃうししかないですよね、でっかくしてカバーでデザインするのを正解する、そうそうそうしかないです、前 の、 あの V8 の M でしたっけ、はい、あの時にこう上にでっかいのボカッとついてたじゃないですか、あれもなんかすごい複雑な形してるんですよね、そうすごい複雑、社外 の、 そのインテーク屋さんでそれカーボンにするキットがあって、うん、その断面のやつ見たんですよ、はい、もう純正もえらい形してて、うん、そういう見えないところをやってるんで今回はカバーしてる、そうでしょうね、はい、なんかちゃんとしてる、これ持ってなんか想像してるのと違う、なんかちゃんとしてるね、はい、すごいガッチリしてます、うん、昔と違う ね、 そうっすね、昔もっとこういうのなんか毛羽立ってベラベラになりそうじゃん、ちゃんとしてる、ウレタンでそういやでもやっぱり直録って言ったらこう形が美しいじゃないですか、そうだよね本当はね、うん、まあ、V8 とかもこう美しいですけど、うん、でもレイアウト次第なちょっとそうだよ、ね、ここないですか、はい確かに、でも直録ってもうやっぱりこう何ですか、こうバランス取れてないですか、僕勝手に直録ってすっげえバランス取れてるなと思うんですよね、どういう意味で、なんかこうレイアウトが美しいじゃないですか、あ、まあ、こっちから出したらこっちから出したら、まあ、エンジンによって別ですけど、こうこっちにこうインテークがあって、うん、こっちにタコ足、まあターボついちゃってるのタコ足ないですけど、はい、そうですね、スポっていう、いやなんか分かりやすいしね、はい、V8 よりも、はい、うん、V8 ってどうしてもこうインテークがこう間に寄っちゃうんで、うん、ここがなんかこうごちゃごちゃってしたりとか、そう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 、まあ、それが美しい車もありますけど、うん、はい、特にスーパーカー系なんかこうそれがかっこよかったりしますけど、うん、確かにね、最近直録もないですからね、直録はだってこれだけですよね今ですか、3シリーズだと、3シリーズだとそうですね、330も直4ですもんね、うん、ちょっともうどんどんなくなってっちゃってるのがちょっと、そうなんですよ、うん、ただほら多分、はい、過渡期って言われたらそれまでなんですけど、今まで V6 を使ってたベンツとか、もう直録に戻してるじゃないですか、あそうなんですか、ええ知らないです、うん、そうなんですよ、そうなんですか、そうなんですよ、はい、なので直列エンジンっていうのがちょっと見直されてる、V6 が、いろんなその振動を抑えるとかいろんなことをいろいろこう加味していって、はい、ずっと開発して、はい、作られましたけど、結果的に直録が一番いいんじゃないかっていうところに戻ってしまって、メーカーが、なるほど、はい、最近は多い方が振動なくなるんですよね、だそう3より4、4より6なんです、そうですそうです、まあ、間5とかもありますけど、はい、うん、6以上はなんかその機械的にちょっと作れないんですよね、そう作れなくないけ ど、 いやいやないけどクランクが長くなりすぎちゃってねじれの剛性が足りなくなっちゃうん で、 そうです、実用的なのは6あの直6までっていう、そうですね、実際に複雑化されちゃうと、はい、クランクのダイナミックバランスとかうまく取れないじゃないですか、はい、結果的にはだから短い方がいいっていうので、だったら6気筒半分に割ってっていう発想から始まったんだけど、結局はいろんな熱害とか補給類とか考えると、はい、倍必要ですか、そうそうそう、だ直録はいいんじゃねっつって戻っちゃったんでしょうね多分っていうのをちょっと記事で読んだ時はあります、なるほど、はい、なくなってんじゃなくてメルセデスなんかだと戻ってきてるんですか、戻ってきてます、ある一部車種、うん、はい、もう単純に3だけでだんだんなくなってっちゃって、うん、BM とかもなくなってっちゃって、うん、ちょっとあれかなと思って、寂しいと思います、
ただ今後は6気筒が残るのか、もう直四とか、あの直三、ね、であのモーターとハイブリッドなのか、ダウンサイジングターボにするのか、今後は分からないですけどね、どうなるか。ちょっとエンジンルームだけでだいぶ盛り上がっちゃいましたけど、うるさくなっちゃいましたね。はい、はい。